はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマ、ディガホグですね。これ見ていきたいというふうに思います。で、自分もですね、もう最近、陸をやったり、空をやったり、ま、いろいろ手を出しまくってて、ま、楽しいんですけどね、その反面、どんどん、それぞれが安定しなくなってきちゃってて困っているというところがあって、まあ、ちょっと、どっちかに絞ろっかななんていうふうにもね、考え始めてるんですけども、まあ、その辺のですね、自分の反省点なんかもちょっと見つけたいという思いもありながら、本日はですね、皆さんと、このディガホグ見ていきたいというふうに思っております。で、今日ですね、合計3本、アタックをですね、ちょっと見ていこうかなというふうに思っているんですけども、まずは1本目はこれからいきましょうかね。もうこれ典型的な、ディガホグに向いている、まあ、島型配置というやつですね。お聞きになったことある方もたくさんいると思うんですけども、この部分と、あと、ま、この部分ですね。こう、二つの大きな、島に分かれていて、今書いてるこの部分っていうのが、川みたいな感じで、こう、通路になってますよね。まあ、この通路に、を、両脇から挟むように、この島、とこの島、二つの島がある。そんな風なところから島型なんていう風な呼び方をよくされるんですけども、こういう配置には、まあ、ディガホグが一般的に刺さると言われてます。で、まあ、自分も最近、ディガホグを使おうっていう風に、決め打ちでやる場合には、まあ、こういう島型を見つけた時が主かななんていう風に思います。ただですね、まあ、だからといって必ずやれるっていうわけでは、もう決してないんですよね。もう、島型に対してディガホグが強いという、ことはかなり、言われ続けてるので、もう皆さん、島型にされてる、の配置をね、持ってる人っていうのは、そういう、なんていうのかな、ディガホグにそう簡単にやられないぞ、島型配置みたいなものに、だんだんこう変わってきてますっていうのもあって、苦戦させられちゃうんですね。まあ、ただ、ビンディさん、今回かなり上手にこれを、取ってきているので、まあ、そこを見ていきたいというふうに思うんですけども、なんでこの、まず、島型に、ディガホグが一般的に刺さるかっていうところを言うと、ここですね、この通路に、アーチャークイーンをこう、まあ、どうしてもいいんですけど、こう流し込むと、この内側、外側、両方ともこう、アーチャークイーンがこう、削ってくれますよね。で、まあ、今回で言ったら、この上側の方が広いので、ここの部分、この部分っていうのをこうディガホグで削っていくってことをすると、で、外周はババキンとこの投下兵舎ですね。こいつが、言ってくれる。まあ、キングと投下兵舎、これかな？よいしょって。言ってくれると、まあ、そのディガホグが通るルートっていうのがこう、限定されますよね。ここね、こういうふうに。この限定されたルートをディガホグが通ることによって、まあ、呪文なんかもより効率的に使えるし、恩恵を受けやすいと、まあ、いうのがですね、このクイヒディガホグ、っていう攻めが島型配置に強いと、まあ、言われるゆえんです。まあ、今回のビンディさんの場合は完全にこの北側のここですね、ここをクイヒで撃破して、で、まあ、ここまでかな。ここまでをだからクイヒで削ってような形になるんですかね。で、残った壁の外側っていうのは、ここはキングと、兵舎、まあ、こいつですね。で、処理していっているので、まあ、これか。うん、これですね、これ。はい。処理していっているので、まあ、ディガーが通るルートっていうのは、正味この狭い区画。ここに呪文をガンガン打っていけば、まあ、ディガーはそう簡単にやられませんよ。まあ、ホグライダーもかな。っていうようなね、攻め方になっているんですけども、まあ、言うのはね、本当に簡単なんですが、まあ、ビンディさんのちょっと攻めを細かく見ていきたいと思います。で、今回、この島の通路に、初っ端のアーチャークイーン流さなかった理由っていうのは、ここですね。マルチインフェルノタワーがこことここにあって、で、まあ、どちらからアーチャークイーンを入れてもそうなんですけども、ヒーラーが焼かれちゃう、焼かれちゃいますね、多分これね。このマルチインフェルノタワーって、この通路のこの部分から、アーチャークイーンがこう射抜けない距離に、あるじゃないですか。ここもそうだし、ここもそう。なので、射抜けないので、この、マルチインフェルノタワーが、ヒーラーをガンガン焼いてくると、まあ、中盤ぐらいですか、このクランジョに差し掛かったところら辺で、アーチャークイーンにヒーラーがもういなくなっちゃって、おしまいになってしまうと、こういうことになるので、ビンディさん、まずはこの壁の中を壊すという手に出たんじゃないかなと思います。まあここに突撃艦を投げ込むっていう手もあるんですけども、多分ですけどね。今回のその相手の村って、この部分、この壁の外側が結構、
こう広くなっている、こう要はこの壁の中の通路って割とこう狭いじゃないですか。なのでアーチャークイーンが正味ここまでこう壊してくれさえすれば、壁の中のホグライダーたちってそんなにばらけることなく、まあ、ディガンもそうですね、ディガーホグライダーがまあこんな感じでこうばらけることなく進んでくれるよねという、まあ、算段があって、多分、今みたいな、この下の側のこの下側のこの島、今アーチャークイーン壁殴ってますけども、ここのところを優先的に壊していったんじゃないのかなというふうに思います。はい、で、このビンディさんもこの時点で呪文あとヒール1個ですね、かなり、序盤から積極的に呪文を使っていて、ディガートホグライダー中心に入っているこのディガートホグライダーの部隊が、トームの効果を受けているか、ないしはヒールの効果を受けているか、ほぼほぼどっちかの呪文の効果を受けたまま、前進するっていう形になっていますね。あの今のトームとヒールの場所を考えると、ここにまずヒールを打っていって、ここはトーム、だからヒール、トーム、で、ここにヒールですよね。こんな感じで。まあ、若干のラグはあったにせよ、ほぼほぼ呪文の枠の中にユニットがいるのが多分、こう、綺麗に全開決まる理由になってくるんじゃないのかな、と思うんですけど、ちょっとま、比較としてですね、もう一個見ていきたいのが、このランボさんのアタック、ちょっと今回ね、かなり綺麗に攻めてるんだけども、なぜかユニットがちょうどねこの辺でいなくなるんですね。この辺で、まあ、その理由がなぜかというところを、まあ、ちょっとねこう見ていきたいなというふうに思います。ちょっとね若干攻め方が先ほどの、1本目と違ってるんですけど、ビンディさんと、まあ、向きが少し違ってるというか、アーチャークイーンが狙ってくるのはこの壁の中のイーグル砲ですね。ここを狙っていきます。でスーパーボールブレーカーいないので普通のボールブレーカーでこう壁を開けていくという形になっていくんですが、ちょっとねこれ残念ながら迫撃砲に違うか、なぜだ、これはなるほど、ボールブレーカーがばらけちゃったんですね。完全に不運ですねこれで。ただまあアーチャークイーンは一応イーグル砲が打てるというのと、この後壁の外に出てくるんですね。こっちの方に出てくるので、そこからディガーホグライダー部隊と合流します。でここストライカーがすごい上手いですね。いいタイミングでストライカーが出てくるんで、ちょっとアーシャクインこれ厳しいかなと。一瞬これよく我慢しましたねここねよくクローク使わずに我慢したなってところなんですけど、これで相手の援軍もストライカーが釣り出してくれたのに対して、アーチャークイーンがしっかりと処理をするということで、ディガホグ部隊を投入する準備もここまで完璧ですね。かなり、少し、ヒヤリとする場面はあったものの、綺麗なリカバリーで持っていってます。いや、こういう時やっぱ慌てずに処理できるのってすごいですよね。僕とか結構慌ててフリーズ打っちゃったり、なんだりかんだり、クローク誤爆したりしちゃうんですけど、まあそういうとこですよね、やっぱりね。上手い人のプレーって。で、ここからクイーンが壁の外に出ていって、で、外側はこれ、ババキンとペッカがこっちを削っている。で内側からはアーチャークイーンが刺して、その中間をこうディガホグライダーが束になってこう動いていっていますね。で、ただここでですね、先ほどのビンディさんと若干違うのは、序盤結構粘るんですね。ただ、粘るんだけども、どうだろう、ここまではいいんじゃないかなって気がしますよね。宝石機と、インフェルノがあるところでしっかりと、ヒールを焚いてあげて延命を図る。で、中心部ギガテスラ、ギガインフェルノに対してはきっちりと、トームと、さらに、フリーズをかけていって完全にここはケアしていくんですが、爆破ダメージをもうケアしてますね。ちゃんと大丈夫ですよね。うん。してるんですけども、ここですね。多分ね、投石機と、あと、その周辺にあった他の防衛施設、ウィズ島とか、この辺のダメージをガツガツっといっぺんにディガー部隊が食らっちゃって、多分それで、一気にディガーが溶けちゃったのが今回痛かったのかなというところですね。で、ギリギリ、アーチャークイーンこれ、クロークも発動して壁の中から防衛を全部壊すんですけども、ちょっと残念ながらね、時間切れというところになってしまいました。いや、これは、まあ、ユニットがもうちょっとね、最後まで残っていればディガーが全部押し切ってくれたと思うんですけども、悔しいところですよね。多分中央部に入った、この投石機、本当に多分これのケアだけじゃないかなって気がします。こいつが、
ここにいたディガーたちっていうのをガンガンにこう撃ってしまったがために、一気に中心部を過ぎたあたりで溶けちゃった。ギガインフェルノを壊すまでは結構ユニットがいたので、ディガーホグライダーが。まあ、ディガーホグライダー、ホグライダーは少なかったかな。いたので、まあ、それでかなりいけるかなと思ったんですけどね。ちょっとそのディガーの進行速度に、進行速度が相手の攻撃力に少し押されちゃったかなっていうところなんじゃないかなと思います。あと間違えちゃった。いやでも本当にこれ紙一重ですよね。さっきのビンディさんのアタックとの違いは、まあロイヤルチャンピオンを、序盤のディガーホグ部隊、こっちからだからこう混ぜなかったってことなんですね。こっちから、ビンディさん混ぜたんだけども、今回の、ランボさんはこちら側、トカゲ社から出てくるディガー、ホグライダーに合わせて、ロイヤルチャンピオンを混ぜていった。まあというところがちょっと違ったんですけども、まあ、それによって、ディガホグ部隊の進行が少し、変わってきたっていうところはあるのかな、という気はしますけどね。まあ、実際のところ、それがどこまで効いたのか、まあまあ、ここにあった投石機、こいつにちゃんとフリーズ打ってたら違ってたのかなっていうところですかね。まあ、それぐらいの、かなり微妙なところで、結果が変わってきてしまうっていうのが、この数はいるんだけども、1対1の体力は、まあ、そんな高くない、ディガーホグライダーの難しさなのかなと思います。やっぱり呪文ですかね。ヒールの呪文とトームの能力っていうのを、絶えずやっぱりかけていって、で、やっぱそれでも、回復しきれない、守りきれないような、火力のあるところというのはフリーズでケアしていくなり、もうロイヤルチャンピオンとかを混ぜ込んで一気にもう、速度をつけて突破していってしまうか、というところの、まあ、見極めによって、結果が変わるのかなっていうところですね。多分。多分としか言わないですね。これはかなり紙一重になった気がするんですけど、惜しかったですよね、本当に。まあ、ああいう風に、よく状況によって、変化させられるレベルの方々でもこうミスっちゃうんですからね。まあ、自分がミスるのも、まあ、納得かな、なんていう風に思ったりするんですけど。なんて言っちゃいけないかな。はい。で、これですね。次、ユウさんのアタック見ていきましょう。これも島型っちゃ島型なんですけども、こんな島型でも通用するってことですね。これ、超ちっちゃい島なんですけども、アーチャークイーンがここをこういう風にこうね、歩いていきます。で、歩いていきながら、この、隣接したこの辺かなまでこう、アチャクインが壊していくっていう感じですね。こういう風に。で、ディガーとホグライダーに関しては、こっからガーッとこう、走らせていきます。で、キングと投下兵舎ですね。キングとあと、まあ、投下兵舎。これを使って、この外周を、処理していくと。まあ、こんな感じのプランですね。だから、ここの区画っていうのを、ディガーホグライダーが、処理していくと、まあ、いう形になります。で、まあ、今回みたいにこういうですね、まあ、ちっちゃめの締め型配置でも、効果としてはやっぱりあるんだなっていうのは見てて分かりました。まあ、これはちょっと自分の本当大きな学びですね。もう少しやっぱりその奥まで入っていかないと、食い火が、確実なアドバンテージにはならないのかなと思ってたんですけど、まあ、実際今回の食い火の、仕事ってかなりでかいんですよね。この投石機壊して防衛援軍を潰して、おまけに、タウンホールになんとリークスケルトまでたっぷり連れたんで、これを、食い火が、倒してくれます。まあ、そうすることによって、こんな感じ、外周はもう、キングとペッカがこう、歩ってくれてますから、あとはそこに挟まれた中心部分、イーグル砲とかも含めて、この辺りっていうのを、こう、ホグライダーとディガー部隊が、突破していくという感じですね。で、このユウさんのうまいのは、やっぱりその、こう、ディガーこっち今こう分かれてるの分かりますかね。なんですけど、こっちは、主力になり得ないなってことで、ちゃんと中心部分にしっかり呪文を打ってるっていうところですよね。でそれができているので、中心に入ったユニットっていうのが結構こう長生きしてくれて、でこいつらが最終、防衛を壊す、まあ、主力の、火力になってくれています。でアーチャークイーンなんでお前ここにいんのって感じじゃないですかね。これなんでここに壁を開けようっていう気になりますかね。本当にいやこの発想はなかなか、まあ、言われたら確かにそうなんですよね。こういうところ多分最後、ここが残るなっていうのはまあわかるんですよね。ぐるっとディガーとホグライが回ってきたら、ここに多分執着するだろうなっていうのは。アーチャークイーン普通に行ったら、ここ撃てませんからね。なので、結構遠回りをディガーホグがしちゃうので、まあであれば、ここの壁を開けようっていうのはまあ理屈上わかるんですけど、でも、こういう風にですよ。こういう風に村見たときに、
ここに対してしかもシングルインフェなんで、まあ、アーチャークイーンやられちゃってもいいかなぐらいな気持ちになると思うんですけどね、まあ、それをちゃんと意識してスーパーウォールブレイカーを持ってきているこの周到なプランニングさっていうのは、いやさすがだなと思いますね。もうこういうレベルにね、僕もなりたいし、まあ、多分なりたいですよね、皆さんもね。はい、というところで、もう本日ギガホグに関して見てきました。まあ、ポイントはこういう風にですね、アーチャークイーンが特に難しい壁開けをしなくても。こういう風に、壁の内側の方にこうね入っていける、まあ、この村を大きく見ると、まあ、こんな風な村だと思うんですよね。壁の区画っていうのが、もう壁の中にこう進行していけるルートの、見える、まあ、島型と言われる配置ですね。こういう配置に、まあ、ディガホグは一般的には刺さりやすいよと、いうことと、それを突破するのに、ディガホグライダーの部隊、まあ、中央に入る、ここ の中央にこう入っていくね、ディガーとホグライダーの部隊に関しては、しっかりとヒールの呪文とトームを切らさずに、与えていく。特に、こう投石機があるところですね、ここに関しては、なるべく、フリーズの呪文なんかも併用しながら突破していかないと、ヒールだけでは回復しきれなくなってきてしまうので、例えば投石でダメージを受けたところはアーチャークイーンに射抜かれるとかね、こういう複数施設のその連携攻撃にディガホグライダーがやられちゃうので注意する必要があるんじゃないかなというところでした。ぜひですね、ちょっと自分ももう一回ディガホグきちっとやり直したいと思うので、皆さんも一緒にぜひね練習していきましょう。でなんかいいですねコツがあったらぜひコメント欄にコメント書いて教えてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。こちら TH コンプリーターさんなんですけども、ね、JWC 今 J1 にいらっしゃいますで、まだねメンバーも募集しているということですので、ぜひですね、遊びに行ってもらえたらなというふうにも思いますし、自分のいる、関西クラクラクラブもですね、メンバー、ね、タウンホール13になるんですけども募集してます。こちらも JWC 今 J3 ですねで頑張っておりますので、一緒に戦ってくれる方いらっしゃいましたらお気軽にお越しください。お待ちしております。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。